組曲、スペインの歌は、イサーク・アルベニスが作曲したピアノ独奏のための組曲。アルベニスの作品の中では、演奏が容易な作品である。組曲、イベリアが華やかなピアニズムを演奏者に求めているのとは異なり、組曲、スペイン組曲と同様に、平易な曲の中に、スペイン音楽の特徴を捉えた組曲である。前後曲からなり、 すべて華やかなスペイン舞曲である。軽やかさと異国趣味を合わせ持ち、日本では小規模な演奏会で女性奏者が取り上げる機会が多い。各曲はギターに編曲されており、演奏会で取り上げられる機会も多い。プレリュード。アルベニスの没後にスペイン組曲の第5曲としてアストリアスの名で組み込まれ、そちらの名の方が有名になった。詳細は、 アストリアスを参照。オリエンタル東洋風という名称であるが、アンダルシア地方の歌曲がベースになっている。冒頭部は不協和音で始まり、その後はフリギア戦法で書かれる。やや暗い雰囲気の曲である。ヤシの木陰での題名で親しまれている。変歩長々。4分の2拍子。簡単な助走の後、右手が緩いオクターブを歌う。 同市町に店長が多く調整が不安定。コルドバ、スペイン語、コードバはアルベニスのお気に入りの都市の一つであり、アンダルシア州の中心部にあるアトウマイア町のことで世界遺産に登録されている。冒頭部は教会の鐘の音で始まる。トリア町のフォーブルドンの火星が使われる。第一部はムーワ風のセレナーデである。第二部はフラメンコスタイルである。 ことコレドバの印象を見事に描写している。二単調。四分の三拍子。セギディーラ、スペイン語、セギディーラスは、ホタファン団子ンと共に、スペインの代表的な舞曲の一つである。民族舞踊のフランメンコで演奏され、多くはカスタネットを伴っている。本曲はピアノによる、華やかでリズミカルな舞踏曲となっている。アルベニスの没後に、 スペイン組曲の第7曲カスティーリャ、スペイン語カスティーリアに転用された。英英町長、4分の3拍子、ありがとうございます。